大仙公園は大阪府堺市堺区にある都市公園である。設置、管理は堺市。計画面積は約81ヘクタール。北東に大仙両古墳、南西に上石積三在古墳があり、両古墳に挟まれる位置に広がっており、園内にも小古墳が点在している。堺市博物館、自転車博物館、堺市立中央図書館。 堺市茶室、新庵、大場庵、堺市都市緑化センター、平和島、日本庭園などが設けられている。園内には様々な種類の桜が約400本植えられており、毎年春には花見を楽しむ家族連れなどでにぎわう。1989年に日本の都市公園百選、大阪緑の百選、2014年には日本の歴史公園百選にそれぞれ選ばれた。 大仙公園の南藩は、1629年に、江戸幕府の大官、高西関雲と堺の豪商、吉谷昭右門によって開発された神殿で、当初は、モズ神殿と呼ばれたが、後に、遊具藻会と呼ばれるようになった。1925年に、大阪府立農学校が、大阪市東成区丘の町から、堺市、大和へさ松村へ移転した際に、 同校の広大な農事試験場となった。1947年に大阪府によって大仙公園が計画されたが着工は遅れ、結局大阪府立大学の音楽部が中本キャンパスへ移転した翌年の1967年にようやく着工された。1971年には中央図書館が宿院から移転し平和棟と礼拝堂が建設された。 1980年には、死政思考90周年を記念して、堺市博物館が開館した。1986年には、全国植樹祭が開催され、昭和天皇が園内に記念植樹を行った。1989年には、死政思考100周年と、日蘭修行380周年を記念した、オランダフェスティバルダッハランド89大阪。2000年には、 世界民族芸能祭の会場になった堺市茶室。いずれも堺市の市政90周年を記念して移築されたもの。大阪府堺市堺雲津遊具も町にありがとうございます。